はい,い、皆さんこんにちは。ずひこでそれでは今回なんですけども、メルペイセブンイレブンローソンファインまで使える超お得なキャンペーン、グノシー、セブンおでん、吉野家などということで、今回はメルペイのクーポンの紹介、そして他にもお得なクーポンやキャンペーンがありましたので、そちらも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。ということで、早速こちらですね、すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、現在メルペイでコンビニ3社セブンイレブンローソンファインまで使えるお得なクーポンということですね。ファミリーマートだとクリームたい焼きカスタードっていうのが15円、そして そして、ローソンだと、ちカフェ濃厚ミルクワッフルコーンというのが20円。そして、186円以下のセブンカフェが11円ということで、いやー、相変わらずほんとぶっ飛んだクーポンで嬉しいですね。ちなみに、このファミリーマートのクーポンに関しては、クーポンを使う際にファミポートでの発見が必要なので、ここはお気をつけください。あと、これらの3つのクーポンに関しては、上限などがあるので、まだ期間中なのにもかかわらず、上限に達してしまったら使えなくなったということもあるので、そこは注意が必要ですね。まあちなみ に僕も一度やらかしてしまったことがあるのでまあ、皆さんはそんなことないように早めにメルペイのクーポンは使った方がいいと思います次にこちらですねセブンイレブンのアプリなんですけどもこちら現在セブンイレブンのアプリ限定でおでん抽選会というキャンペーンが開催中です 期間中1日1回ではあるんですけども、おでんの20円引きやおでん1個が無料になるクーポンというのがもらえます。まあ期間はすでに始まっていまして、9月の29日まであります。まあこのキャンペーンはアプリ内でスロットが出てくるので、それで抽選で決まるという感じですね。まあ僕の場合は少し前にもう何枚か使ったんですけども、現時点では無料のクーポンが3枚、そして20円引きが2枚当たっています。まあ寒くなってきたこの季節にはちょうどいいキャンペーンかなと思います。 次はこちらですね。グノシーっていうニュースのアプリはご存知でしょうかまあこちらのアプリ内にクーポンというタブがあるので、そのクーポンタブをタップしたら、今あの矢印のこの画面に出ているマクドナルドの無料クーポンとしてチキンマックナゲット5ピースがもらえます。まあもらい方めっちゃ簡単で、このアプリ内に電話番号を入力したら、ショートメールがまず届きます。そしてそこに URL があるので、そこをタップしたらクーポンが表示されるという感じでめちゃくちゃ簡単です。なので、まあ ぜひグノシーのアプリをインストールして試してみるのもいいと思います。 次はこちら Yahoo のアプリ内で、まあ、定期的に開催されているキャンペーンなんですけども、こちら現在吉野家の100円もしくは200円の割引クーポンが抽選で当たります。このキャンペーンは当たるまで1日1回できるので、まあ、期間中、まあ、何回か試してみるのもいいと思います。まあ、やり方としたらもうこちらも同じく Yahoo Japan のアプリにクーポンのタブが出てるので、そこであの今出てるように今日のくじを引くというところをタップしたら、これで当たりか外れかっていうのがすぐその場でわかるという感じですね。まあ、そんなこんなで今回サクッとではありま ありましたけどもメルペイ、セブンイレブン、グノシ、ーヤフーアプリで開催されているキャンペーンについて簡単にお伝えしましたまあ、やり方に関してはどれもシンプルで簡単なのでぜひ試してみるのもいいと思いますまあ、その際にはしっかりとキャンペーンページを読むことをお勧めします今回はまあキャッシュレスとちょっと違いましたけどもまたこのような情報などがあればシェアしていこうと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました